東海旅客鉄道総合研修センターは、静岡県三島市にある東海旅客鉄道の研修機関である。かつて、同社の研修施設は、社員研修センター及び三島社員研修センターの2カ所が設置されていたが、双方とも施設の老朽化が進んでいたことや、耐震補強が必要だったことから、両施設を統合した新たな施設が、旧、 三島研修センターの敷地内に175億円かけ建設された。鉄道建築協会賞化策を受賞。2012年6月には鉄骨構造2階建ての実習船設備棟も併設された。10階建ての本館は1から2階に訓練設備として、運転手訓練室、駅輸送訓練室、出海札訓練室、マルス訓練室、電力。 信号通信訓練室があるほか、1から4階に30名収容の教室が50室と100名収容の、大教室が2室、市長各室、体育館、400名収容の食堂が入り、5から10階が、研修生宿泊部屋525室と、講師宿泊部屋48室ある。また場内には訓練船も付設されており、新幹線、在来線とも、 全長220メートルあり、河川や防音兵器、レールには脱線防止ガードが併設されているほか、ATSPT 地上装置が設置され実際に、本館の電力、信号通信訓練室とつながっていたり、区間内には無動症協梁もある。いずれの施設も、乗務員に養成及び、新入社員研修や、各種の集合研修などに利用されていた。また、 指定動力者操縦者要請書に指定されていた。主に東海鉄道事業本部直轄、三重支店、静岡支社に所属する在来線の乗務員要請などに利用されていた。名古屋鉄道教習所として設立され、国鉄時代は中部鉄道学園として当時の中部支社の研修機関の中心的役割を果たしていた。なお、跡地は、 JR の関連会社により再開発がなされ、貸し駐車場及び家電量販店として利用されている。新幹線鉄道事業本部や関西支社に所属する新幹線乗務員の要請などに利用されていた。国鉄時代は新幹線総局の研修機関であった。また、施設内には六号川橋梁の二代目トラス橋及び大谷川橋梁のトラス橋が保存されていた。 名は社員研修センター。三は三島社員研修センター。総は総合研修センターの遠隔。ありがとうございます。